はい、皆さん、こんにちは。箱すこの藤井です。本日はですね、モンドリアの角田さんと一緒に、メタバースで解決自治体向け地方創生ソリューションというお題で、イベントを開催いたします。角田さん、カメラオンになりますか？はい、本日よろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあですね、まず最初にスライドを使いまして、この、イベントの趣旨と、をご説明差し上げます。じゃあスライドお願いします。はい、ありがとうございます。今日のタイトルはですね、メタバースで解決自治体向け地方創生ソリューションということで、1時から2時までの間で、お送りいたします。で、今日の流れですけれども、スライドお願いします。まず最初にですね、箱すこと DNP の、事例紹介を差し上げます。で、その後にモンドリアンの、角田さんから、いろいろな、ユニークな事例をご紹介いただいて、2人で僕と、角田さんでディスカッションをして、で、最後に皆さんからのご質問をお受けして、それに対して、お答えするという形でお送りします。YouTube のチャットのところに、ご質問を書いていただけたら、そちらを拾ってお答えいたしますので、よろしくお願いします。で、そうですね。で、次、スライドお願いします。まず最初にですね、箱すこのと DNP の紹介ということを差し上げます。箱スコアですね、昨年の、7月の末に DNP の子会社になりまして、今一緒に XR ソリューションであるとかね、いろいろなことをやらせていただいてるんですけれども、今回自治体向けのお話ということで、こちらのお話を進めていきますが、まず最初に箱スコアのご紹介差し上げます。スライドお願いします。箱スコアはですね、現実を科学し、豊かにする実験カンパニーということで、まあ、いろいろな最先端の技術を探って、その、面白いものをどんどん DNP に持っていくという、こう石膏部隊というような形で、今活動しております。この1年弱ですね。はい、スライドお願いします。で、箱すこは大きく事業として XR 事業とメタバースですね、あとブレインテック事業というふうな3つの柱があって、で、あと競争基盤づくりということで、コミュニティをいくつか持っていて、一つが現実科学というものと、あとはあれですね、XR コンソーシアムという団体と、ブレインテックコンソーシアムというコミュニティを持っており、で、これが横にうまくつながっていくことで新しい価値を生み出せればなというふうに思っています。で、この中でですね、リアリティサイエンスというものについてちょっと簡単に説明しますけれども、スライドお願いします。はい、リアリティサイエンスラボですね。スライドお願いします。で、僕らはですね、このリアリティサイエンスラボの中で、特にDNP と、外部の皆さんですね、なかなかちょっと DNP が外から見えにくいというのがありまして、で、それを外部競争の場所を作るというのをミッションに、3つ、やっていこうと思っています。1つはコミュニティマーケットということで、このようなイベントを通じて皆さんとうまくつながるということをやります。あと、オープンイノベーションということで、いろいろな、企業の皆さん方、研究者の皆さんたちと課題を一緒に解決するということもやっていきたいと思いますし、このリアリティサイエンスラボの中でプロトタイピングをですね、やっていくというようなことをやっていきます。で、スライドお願いします。で、次にですね、DNP が今回のテーマについてどのようなことをやってきているかということを簡単にお話ししますけれども、DNP はですね、この自治体向けメタバースということで、6つの、モデルを持っているんですね。魅力発信、教育モデル、研修モデル、交流モデル、相談モデル、産業振興ということで、それぞれに、すでにいくつかの事例があって、この6つのうち1個ずつではなくて、オーバーラップしている形のもあるんですね。で、スライドお願いします。まず、例えばですね、この事例として、メタバース役所っていうのを、これは三重県の桑名市と一緒に実証実験をやっていて、で、市民サービスの向上、行政 DX の業務効率、そして省人化の実証実験というのを行って、この今年ですね、今年の2月から3月でやっておりました。で、この報告会が多分もうちょっとしたらあると思うので、そちらもお楽しみにお待ちください。スライドお願いします。次はですね、教育メタバースというのがありまして、こちらはメタバースを使ったいろいろな教育のプラットフォームを提供するというサービスを自治体と一緒にやっていて、例えば東京都と
一緒にやってるやつだと、すでに30の自治体とにメタバースを提供して、例えば引きこもりであるとか、通学が難しいような方々に対する、場所として、コミュニケーションの場所として、提供していて、でそれで実際にいろいろないいフィードバックをいただいているということなので、この辺が非常に面白い展開をやってるかなと、教育事業というところですね。で、スライドお願いします。あと、もうちょっと直接なところで言うと、例えば今ここに、3つ、5つですね、沼津、室蘭、酒々井、京都、高知というのがあるんですけれども、こういうところの、メタバースを、この上の3つに関しては、勝手に DNP の社内で、とりあえず作って、面白そうだから作ってみようっていうのをやっていて、で、これちょっとこの後お見せしますけど、簡単に。こういう、簡便で、スマートフォンでも簡単に見られる、カジュアルなメタバースというのの提供も、始めておりますので、もしご興味がありましたら、こちらもお問い合わせいただけたら、一緒にいろんなことができるかなと思います。じゃあですね、ちょっとここから僕はスライドをもらっていいですかね。一回スライド止めていただいて、画面共有ちょっとしますね。すいません。こちらはですね、先ほどちょっと紹介した酒々井メタバースっていうやつで、これはブラウザで見れるウェブ、GL のサイトなんですけど、もうこれ見切れないぐらいの情報量で、こういうふうにクリックすると、いろんなものがもう出てきて、説明が受けられるんですね。で、この中には、写真があって、あとここに AI がいるんで、いろんな話を相談すると教えてくれるみたいなのがあります。で、さらに、この、エリアのいろんなところに行って、楽しめるっていう、こう、お腹いっぱいなぐらいのコンテンツが詰まってたり、あと、こちらはですね、上下逆になっちゃった。はい。沼津ですね。この辺の、なんか有名なかき揚げがあるらしいんですけれども、こういうのが、作って楽しめるみたいなものもやっているので、こういう感じの非常にカジュアルなブラウザで楽しめるような、地域振興の、メタバースっていうのは、DNP が非常に得意とするところなので、こちら、ハコスコと合わせて一緒にご協力できますので、興味を持っていただけたら、ぜひご連絡くださいということで、一旦こちらで僕のお話は以上とさせていただきまして、ここから角田さんにお渡ししたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。改めまして、角田と申します。よろしくお願いします。じゃあ、私からはですね、具体的な、メタバースの、自治体利用のお話であったりとか、あるいはちょっと課題の部分であったりとかですね、どういうものがあるかっていうふうなところのお話を中心にさせていただければなというふうに思います。じゃあ、ちょっと画面共有させていただきます。で、ちょっとすみません。今日は、本当、ネルさんと、アコスコさんにこのような場をいただいて、大変恐縮なんですけれども、誰やねんというふうな話もあるかと思いますので、先にちょっと、自己紹介だけさせていただければと思います。角田と申しまして、今はですね、モンドリアンというですね、ゲーム会社ですね、の代表をさせていただいております。ちょっと新しいタイプのゲーム会社で、カセットを作って売るとかそういう話ではなくて、いろんな企業さんとか団体さんとか自治体さんと、一緒に、ゲーム、メタバース空間を作って、で、それをちょっと有益に発展させていくというふうなところをやってるような会社になります。で、もともとは私、ゲーム業界出身で、スマホゲーム業界とか、で、マーケティング戦略をやっていたんですけれども、その後に、仮想空間ですね、当時はね、まだメタバースっていう言葉も知らなかったぐらいですけど、5、6年前、そうですね、VR 空間とかね、呼んでましたけれども、いうようなところで、会社をやらせていただいておりまして、で、例えばメタ社になる前の Facebook さんであったりとか、ディズニーさんと一緒にストアを作ったりとか、あとはそうですね、エンティティドコモさんとかと一緒にプラットフォーム作ったりとか、いろんなことを担当させていただいて、プロデューサーとしていろいろとやらせていただきましたというところで、今もちょっといろいろやっておりますと。はい、そういったようなことです。ですね。はい。で、私のパートがですね、25分まである、15分なんですけど、スライドが30枚ぐらいあるので、ちょっと ちゃっちゃと聞かせていただければなというふうに思うんですけれども、時間気にしなくて大丈夫です。ああ、ですか。わ かりました。ありがとうございます。
まあですね、今回はですね、地方創生かけるメタバースかける、まあ、e スポーツみたいなところでの、事例とかも含めてちょっといろいろお話ししていければなっていうふうには思っています。実は自治体かけるメタバースの取り組みって非常に数多くて、今これ、そうですね、インターネットで戻ってきたやつなんですけれども、まあ、こういったような形でいろんなところがあって、おそらくこれの倍以上、3、4倍は、取り組みとしてあるんじゃないかな。一方で、やっぱり課題もあってですね、まあ、どういったような課題かというと、まあ、公開して終わりがちな地方創生かけるメタバースというふうなところがあるかなというふうに思います。まあ、地方それぞれですね、自治体さんに豊かな観光資源とか観光 IP っていうのはあって、それを 3D モデル化して、インターネット上に公開するっていうふうな感じのことはあるんですけれども、その後ですね、まあ、そこに人が来たのかであったりとか、あるいはまあ、じゃあ、例えばビジネス化を目指してたんであれば、それはビジネスになったのかであったりとか、あるいはまあ、ビジネスじゃなくても、例えばさっき教育の話が出ましたけれども、教育として、ずっと続けられているのかであったりとか、っていうふうなところに、すごく課題があるかなと。私もいろんな自治体さんにお話聞いて、直近お話聞いた自治体さんも、2年前にメタバースの施策をやったと。いうふうなところで、2年前からやってたっていう感じですね。からやっていて、今から半年前ぐらいにそのメタバース空間をやっとこう公開をしたと、要は1年半ぐらいかけて公開したというふうなところで、やっと公開ができましたというふうなところで、おめでとうございますと。で、今、そのメタバースって、どうされてるんですかっていうふうな話をしたら、わかりませんと。要は、公開して、もうそのまま 終わってるというか、多分公開した時はなんかちょっとイベントとかやったと思うんですよね。で、その後、まあそれから半年したら、もうちょっとわからない。今どうなってるかわからないっていうふうに。で、実際アクセスしたら普通にアクセスできたんですね。なので、普通にインターネット上には公開されてるけれども、誰も何もしていないというふうな状態。で、それってせっかく作ったのにもったいないですし、施策としては、ちょっとメタバースのいいところを活かしきれてないかなっていうふうに。なんで、まあ、モンドリアンのというか、なんで、まあ、私の考えでですね、まあ、自治体かけるメタバース事業の成功させる重要なポイントっていくつかあるなっていうふうに思っていますと。まあ、ポイントというか、普通であれば当然のように考えなければいけないところなんだけれども、メタバースっていうすごく、まあ、まだ成熟しきっていない業界の中で、事例も今たくさんの人がやってますっていう話でしたけど、例えばじゃあ YouTube の動画の数に比べてどうかとか、ホームページを作った人の数に比べてどうかっていうと、まだまだめちゃくちゃ少ないっていうふうな状態だと思うんですね。なので、どう使っていいかわかんなかったりとか、まあ、そもそもどういう心構えで始めればいいかもわかんないっていうふうなところとかがあると思うので、ちょっと今日は、そこのポイントを少しお話しさせていただければなというふうに思います。これから皆さんがメタバースですね、まあ、すぐに挑戦される方もいれば、まあ、遅かれ早かれ必ずやることになると思います。メタバースは、ネクストインターネットなので、まあ、いつかみんなガラケーをいつかスマホに変えたようにですね、いつか必ずメタバースはやることになるので、まあ、ポイントっていうふうなところをぜひちょっと覚えていただければなというふうなところで、まとめさせていただいております。まずは、メタバース当たり前なんですけど、作るポイントっていうふうなところなんですけれども、実はメタバースってものすごい種類あるんですね。まあ、例えばまあ、多分、わーっと名前挙げるだけでも、まあ、30から50ぐらい、もうちょい幅広げて、専門家同士で名前を挙げ出したら100超えるぐらい、実はメタバースのプラットフォームってありますと。で、このメタバースのプラットフォームっていうのは何かというとですね、まあさっきちょっと動画の話やってたんであれなんですけど、動画で言うと、動画のプラットフォームっていうと、YouTube ですよね。皆さん多分頭に最初に浮かぶの。で、あとは TikTok とか、あるいはまあそうですね、ニコニコ動画とか、Vimeo。まあ、いろいろあるけれども、一番最初に浮かぶものは、YouTube であり、TikTok だよねっていうふうな感じで、結構成熟しきった業界なので、プラットフォームって絞られてると思うんですけれども、メタバースってそういうふうな形で、YouTube って動画をアップロードするプラットフォームですけど、3D モデルをアップロードして、その公開するプラットフォームってめちゃくちゃ世界中にたくさんあるんです。で、そういった中で、まあ、動画であれば、まあ、大体 YouTube で上げとけば、間違いないだろうっていうような感じなんですけれども、メタバースのプラットフォームってたくさんあるので、
正直、どれにあげるかがかなり重要だったりします。人がたくさんいるメタバースもあれば、すごい、人はあんまりいないけれども、めちゃくちゃ、コアなユーザーがいるメタバースであったりとか、あるいはイベントの時だけ開いてるメタバース、法人向けのメタバースというふうな形で、いろんなメタバースがあるんですね。ただ、まあ、これって、実は、それぞれのメタバースを作ることが得意なベンダーっていうのが別々にあったりするので、例えばですけど、まあ、僕がどこか一つの、メタバースしか作れないベンダーだったとすると、皆さんとお話しするときに、おそらくそのメタバースの話しかしないんですね。別のメタバースの話はしない。例えば皆さんが、じゃあ、親子連れ向けのイベントをメタバースでやりたいとかいうふうな企画があったときに、僕が得意なメタバースが女子高生がめちゃくちゃたくさんいるメタバースだったとしても、僕はそこしか開発ができないので、そこのメタバースをお勧めするっていうふうな感じになってしまったりとか、いうような感じになってしまうっていうところがあるので、要はベンダーマターではなくて最適なプラットフォームっていうのを、能動的に選んでいかなきゃいけない。もちろん、ベンダーさんによっては今、僕が言ったように、そんな悪い人ばっかりじゃないんで、このメタバースあんまり合ってないですよ。こっちの方がいいと思いますって言ってくださる方はたくさんいらっしゃるんですけど、まあなんかそういったようなところで、能動的にこう作ることを選んでいくっていうのが非常に大事だったりしますというふうな話です。で、まあポイントの一つ目はそういったような能動的に、まあどこのメタバースにアップロードするのかっていうことを考えていきましょうっていう話。で、二つ目は使うの部分ですけれども、どちらかというとここからが結構今日の話のポイントになってきます。要は作って終わりじゃないですっていうふうなお話ですね。はい。まあ、作成実装で終わりではないっていうふうに書いてますけれども、まあ、そうなりがちなんですよね。どうしてもランドマークみたいなものを作って公開してゴールっていうふうな形になりがちで、これなんか他のね、ことでもよくあることだと思うんですよ。なんですけど、まあ、冷静に考えたら、作って公開した時がスタートなんですよね。で、ベンダーさん、作る人たちにとっては、まあ、納品してね、ゴールっていうふうな人たちもいるとは思うんですけれども、実際にそれをどう使うかであったりとか、あるいは誰かに使ってもらうでもいいと思うんですよね。ここに書いてるように。例えば、地元の学校の文化祭で、このメタバースを使って、こういうことをしてもらおうであってもいいと思うし、まあ、もっとちゃんと予算を取って、じゃあ芸能人を呼んで、イベントをやろうというふうな話でもいいと思うし、毎年夏に行う、盆踊り、夏祭りで、毎年このメタバースを使ってこういう仕様でもいいと思います。いろんな使い方がメタバースってあって、あとまあメタバースで減るもんじゃないというかデータなので、例えばなんか、なんでしょうね、イベントをやろうって言って、こう、ブースとかを作って、で、じゃあまた来年もイベントをやろうって言ったら、一回そのブース壊してもう一回作るとかしなきゃいけないと思うんですけれども、まあメタバースって一回作ってしまう、もちろんメンテナンスとか必要ですけれども、基本的には 3D モデル。っていうものは、その後も活用可能というふうなところなので、ずっと使っていけるっていうところがメタバースの一つの利点でもあるんですよね。なので、使い続けるっていうふうなところを念頭に、まあ、まずはメタバースを作った、公開した、その時からスタートだということをちょっとまあ意識していただければなというふうに思います。これ左下の動画は、まあ、新潟県のメタバースを作って、で、まあ、みんなで盛り上げていきましょうみたいな感じの、プロトタイプの動画なんですけれども、いうふうな形のことをしたっていうような事例ですね。で、右下の図は、これは、まあ、メタバース空間を作ったら、東京都内のプログラミング、で、そのメタバース空間を無料で公開していたら、東京都内のプログラミング教室が、そのメタバース空間を、まあ、勝手にって言ってたんです。自主的に 使っていただいて、もちろん規約的にも全然使って大丈夫なので、使っていただいて、で、塾の中で何かを教えたりとかしてるような様子ですね。例えばそういうふうな形で活用されるっていうふうなところがすごく大事。で、三つ目、大事なポイントとしては、やり続けるっていう。ですね。さっき言ったようにメタバースって作ったらイニシャルが結構かかるんですけど、まあ、もちろんかからないパターンもあるし、かかるパターンもあるんですけれども、そのイニシャルほどはかからないっていうふうなことが多いです。なので、まあ、一回こう、まあね、
ものを箱を作っちゃったら、それをこう、どう継続的に使っていくのかっていうところが結構ミソというか、だったりします。まあ、コスト低めに使っていくでもいいですし、コスト高くなんかいろいろイベントとかやりたいなっていう話であれば、例えばマネタイズができるようにする必要がある。で、マネタイズができれば、そのお金をまた再投資して続けるっていうふうなことができるので、続けていくっていうことは、ある意味、実利が出続ける。これはお金以外でもそうですね。サービスが提供されて、子供が、教育提供して喜んでるとかですし、すごいマーケティングの効果が、観光客が増えるとか、いうふうなことでもいいんですけど、実利が何らか出続けるっていうことで続けられるというふうなことがあると思います。なんで、まあ、そこの実利の部分をですね、どう出していくのか、あるいはそれをどう評価していくのか、っていうふうなところは常に、まあ、考え続ける。もちろん簡単ではないんですけれども、持続可能なサービス提供のために挑戦すべき内容かなというふうに。で、これ左下の図とかはですね、和歌山県さんでやったものなんですけれども、こんな感じでメタバス空間の中に看板をたくさん貼っておりまして、で、これで地元のまあ車の販売店とか、お蕎麦屋さんとか、時計屋さんとか、不動産屋さんとか、いうふうなところは、ここに、まあ、1枚何円ですみたいな感じで、本当街中と同じようにお金をいただいているんですね。で、お金をもらって、で、そのお金でを使ってイベントをやったりすると。例えばこの中で、なんか、e スポーツ大会をやったりするんですけど、e スポーツ大会をやると、そこに人がわーって集まったりとか、メディアに取り上げられたりとかして。で、そうすると、この看板を見る人が増えますよね。で、この看板を見る人が増えると、この看板を出してる人たち、お蕎麦屋さんとかが、メリットがあると。例えば地元の、まあ、不動産会社さんがレクリエーションで使いました、みたいな。話になった時に、その不動産会社さんがみんなこう見るわけで。で、そこを見られたら、じゃああそこのお蕎麦屋さん行ってみようかみたいな感じとか、なんか見たことあるら今度行ってみようかというふうな感じになったりとかするっていうところですね。なそういったような形で盛り上げていくというようなことができていくのが大事かなというふうに思っております。はい。で、最後ですね、3点目のところに続いてなんですけれども、ちょっとおまけの4点目っていうふうなところで、まあ、作って、使って、で、その後、まあ、それを続けるっていうところまで、やっぱ念頭に入れて、やっとくっていうことが、メタバースの事業であり、施策を成功させる、非常に重要な考え方なんですね。作るに、もうフォーカスしすぎない。まあ、作るも大事なんですけれども。その後どうするのっていうふうなところにちゃんとフォーカスするっていうのが大事かなというふうに思います。で、最後、つなげるの部分ですけれども、おまけの4点目って、まあ、基本的には3まで考えておけばいいんですけれども、まあ、4点目はつなげるっていうふうなところで、最終的にですね、まあ、こういったものって、その自治体さんの中で、例えば自治体さんの中に新しくメタバースを作れるベンダーが生まれてきたりとか、それは新規企業するでもいいですし、さっきの和歌山のやつとかは、バスとタクシーの会社の新規事業としてメタバースの開発をこれからやるっていうふうな感じだったんですよね。なので、メタバースをこう、まあ、まずはこう輸入してくるような形で納品されて、で、それをこういろいろとこう活用していくっていうことをした。後にですね、ぜひですね、目指すべきところとしてですね、メタバースをその地域の産業として、取り入れるっていうふうな、そういったような、その視点があると、かなり、皆さんが一丸となりやすいっていうふうなところがあるかなと。それこそ先ほどね、和歌山の事例とかは、まずそういうことが前提にあった。要はもう取り入れるっていうことが前提にあったので、その地域の会社であったり、商店街であったり、まあ、学生さんにこうしてもらおうかっていうふうな発想であったりとか、じゃあメディアさんにもこういうふうに協力してもらおうっていうふうな発想であったり、いろんなそういうような発想があったりしたので、まあ、この4番のですね、つなげる、まあ、いわゆるよく言う魚を買うのではなくて、釣り方を学ぶっていうふうなところですね。っていうところまで最後は続けられるような形ですね。にしていくのが、メタバースの施策を、まあ、自治体、行政とか、まあ、そういったようなところで、地域で考えるっていうふうなことにつながっていく。新たな産業として受け入れていくっていうことですね。まあ、なかなかね、最初から受け入れなさいっていうのは、皆さん難しいかなっていうふうに思うんですけれども、最初輸入して、だん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 使っていくことで、知識、ノウハウを増やしていって、最終的にはもう自分たちでできるようにというふうな形になっていくのが一番いいかというふうに思う。
じゃあ、ここから少し、具体的な事例をお話しさせていただければと思います。先ほどから少し話題に出ていたフォートナイトっていうものですね。を使ってですね、自治体アピールするというふうな商品を、我々の方で展開をしております。例えば、これもさっきから僕先に言っちゃってるんですけど、和歌山県さんですね、やらせていただきました、フォートナイト和歌山というプロジェクトの中では、駅前であったりとか、あとは和歌山城っていうお城であったりとかを、このフォートナイトの中で作って、その中で e スポーツ大会を開き続けるっていうふうなところで、ここに集客をして、で、人がたくさん集まって、で、看板も見られて嬉しいみたいな。で、それによって資本が入ってくるので、その資本でまた新しく大会をやる。で、これを繰り返すことによって、県内外の、こういったようなメタバースのプレイヤーであったりとか、あるいは YouTube 見てる人、ニュース見てる人に対して、和歌山ってこんなとこだよ、盛り上がってるよ、というところをアピールしていける。そんなプロジェクトになっています。そもそもフォートナイトとはっていうふうなところをちょっとだけ説明させていただくとですね、エピックゲームスっていうアメリカの会社がやっているオンラインゲームなんですけれども、もともとは e スポーツのタイトルとして有名だったんですけれども、今はかなりメタバースとして、要はこのゲームの中にゲームが作れる、ゲームの中に空間が作れるっていうふうな感じですね。自由な空間が作れるというふうなところで今話題になっているものです。この夏オリンピックありますけれども、そのオリンピックの e スポーツシリーズとしても採用されているタイトルで、例えば海外の有名アーティストであったりとか、ホンダさんとか車の会社さんであったりとか、いろんな企業がすでに進出をしていて、全世界に5億人のユーザーがいるっていう感じの非常に大きいプラットフォームです。で、他にもディズニーさんとかソニー、レゴさんであったりとかっていうふうなところと資本業務提携をしているっていうふうなところでも、非常に、ね、メタバースの中で、なんていうんですか、期待されている存在というふうなのがフォートナイトという。で、このフォートナイトを地方創生に活用するっていうふうなところのメリットとしてはですね、バーッといろいろ書いてるんですけれども、ちょっと太字のところだけ読んでいくと、まず開発コストがですね、低くて早いっていうふうなところ。メタバースって丸々1個アプリケーションを作ったりであったりとか、プラットフォームを作ろうとすると、数億円とかかかっちゃったりするんですけれども、こういったようにプラットフォームの上に作るっていうふうな話だったら、数百万から数千万円っていうふうな形で、幅を持ってやれるというふうなところ。あと、後期に関しても、大体ですね、一番早くてですね、本当に、普通に、めちゃくちゃ企画とかを詰める必要があるので、その時間があるんですけれども、開発だけだと、本当に2ヶ月とか、3ヶ月でできてしまったりとか、そのぐらいでできちゃう。だから、ホームページ作るぐらいの感覚でできちゃった。ホームページもそのぐらいかかると思うんですけど、2ヶ月とかですかね、かかると思うんですけど、そういうような感覚で作れてしまうっていうところがポイントかな。で、あとはですね、ゲーム自体が非常に有名なゲームなので、関係人口の創出みたいなところをゲームユーザーから引っ張ってきたりとかですね、いうようなことがやりやすいかなと。全く知られてないところでやるよりも、5億人がプレイしているところでやった方が、知られる可能性は高いよね、というふうな感じですね。あとは、ゲームを活用したマーケティング施策っていうふうなところで、例えば YouTube やったりとか e スポーツ大会やったりとか、そういうことができますよ。で、事例としてはですね、いくつか事例を挙げさせていただくと、この左の事例とかはですね、このフォートナイトの和歌山城を、作って公開した後にですね、吉本興業の小籔千豊さんっていう芸人の方がいらっしゃるんですけれども、この方はフォートナイトが大好きで、自分で本も出してるぐらいフォートナイト好きなんですけど、このフォートナイトの、小籔千豊さんが主催する大会で、この和歌山城のマップを使っていただいて、で、なんかコメントとかもいただいて、小さい頃和歌山城行ってたけれども、最近は行ってなかったけれども、フォートナイトの中でまさか和歌山城に行けると思わなかった、すごいみたいな感じの、コメントいただいたりとかね、それが結構話題になったりとかしました。いうふうなことがあったりするので、単純に、例えばですけど、そのフォートナイトとか、こういったようなゲームですと、元からやってるプレイヤーが芸能人であったりとか、インフルエンサーの中にもいらっしゃるので、そういったような方々と一緒に、この空間内以外のところですね、要は YouTube でこういうふうに、発信していったりであったりとか、あるいはテレビで発信していったりであったりとか、いうこのこともできたりし。あと、こちらはですね、愛知県の豊川稲荷っていう、神社の、
事例なんですけれども、こちらですね、毎年夏にやっている夜詣っていうですね、イベントがありまして、初詣じゃないですか、この神社に行く、夏祭りみたいな感じのものを、リブランディングしてるみたいな感じのものなんです。その中の一つに、e スポーツボードっていうのを作りまして、こういったような形でですね、幻想的な空間、神社を再現して、で、その中で、ちょっとしたミニゲームができるっていうふうなものをやって、で、現地にですね、YouTube の登録者100万人ぐらいいる、ネフライト君っていう子を呼んで、イベントをやったりとかしました。あとは、こんな感じでですね、いろんなところで、リアルイベントをやったりとか、いうふうなことができます。例えば、プレイステーションでできたりとか、ゲーミング PC でできたりとか、あるいは、タブレットでできたり、スマホでできたりっていうふうなところがあるので、場所を選ばずいろんなところでできるかな、というふうなところですね。これはさっき少し紹介したんですけれども、こういったような看板を掲出することによってビジネスにしていく。っていうこともできます。で、ビジネスにするっていうのはもちろん、めちゃくちゃお金儲けてやろうって、それも全然素敵なことなんですけれども、っていうよりも、やっぱり継続させていくっていうことですね。お金が儲かるとまた投資ができるので、それで継続ができるというふうな形のものなので、そういったようなところにつなげていくっていうのもすごい重要かなというふうに。あとは、教育関連っていうところで、今言ったフォートナイトの中に、ゲームを開発するっていうのって、実は、2、3ヶ月ぐらいトレーニングをすれば、しっかりと開発ができるようになります。なので、例えば、小学生から大学生みたいな学生さんでもいいですし、社会人の方でのリスキリングっていうふうな面でも、フォートナイトの中に、開発することを、授業で受ければ開発できるようになるというふうなことがあったりするので、そういったような教育事業、教育事業という施策ですね。っていうふうなことも、これ茨城県さんの事例ですけれども、やっていたりとかします。で、あとはですね、実際のところ、フォートナイトであったりとか、メタバース施策をやった後って、プレスリリースとかを出して、テレビとか雑誌とか新聞とかウェブメディアに取り上げてもらうっていうところが結構重要だったりします。で、そうすることで、広告換算値っていう、要は露出をお金に変えた、費用っていうところですね、を見てみて、で、その時に、開発費を上回ってるかどうかっていうふうなところを見ることで、メタバースの効果の最大化っていうふうなことができるので、ニュースバリューを最大化させていくっていうところも大事です。ね、これは実際の事例ですね。和歌山さんでやったときに、和歌山の地方紙の一面になったりとか、夕方のニュースで特集されたりとか、そういうふうなことがあったりします。じゃあ、ちょっと最後、駆け足になっちゃいましたけれども、ですね、我々の方ですね、今ちょっとご説明させて、ちょっとゲーム文脈なんですけれども、地域かけるメタバースかける e スポーツっていうふうなところで、こういったようなコンテンツがありますと。で、事例もどん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 出ていっていますと。で、かなり、さっき言ったポイントを押さえている事例かなと。要は、作る。で、それを使う。そして、続ける。で、おまけにつなげる。ですね。っていうところの事例をしっかりと抑えられたとか、っていうポイントを抑えられた事例かなと思いますので、こういったようなですね、ことを皆さんと一緒にやっていけるような、そのことがしていければ、非常に良いかなというふうに思います。すみません、ちょっと時間をオーバーしちゃいましたけれども、以上です。ありがとうございました。すごく面白いのと、やっぱり、角田さんの、今までの仕事の歴史が、メタバース利用の歴史まんまじゃないですか。そうですね。試行錯誤してきてるん で。試行錯誤で勝ちパターンもうをたくさん流きしちたんんと見つで。けて、で、ね、今回会社まで自分で始めて、で、スポンサーもいるわけじゃないですか。あ、そうだですから、ね。はい。本当すごいなって思います。はい。あ、ございます。尊敬です。はい。はい。いつもありがとうござい例えます。ば、今のお仕事のね、前が、筆記で、バーチャルマーケットを広めるっていうお仕事をされてて、はい。筆記のバーチャルマーケットで言うと、あれはイベント主体の場所だから、継続して利用するっていうの、さっきの、作る、使う、続ける、つなげるって4つの中だと、最初の2つぐらいをカバーしてる。ですよね、それはそれでもう十分ペイしてるからみんな満足してると思うんだけれども、今度商用目的でない場合、つまり日常的に使えるメタバースってどういうものだろうっていうのを探っていくと、一つは作った場所はそのまんまあるんだけれども、それを今度どうやって使うのかってところまで
最初から設計しないとダメってことだから、それやっぱり新しいですよね。そうですね。やっぱり、このメタバースっていう言葉が流行ったのが2020年からもう3年ぐらい前から流行ってきて、で、2021年にね、Facebook がメタ社になってみたいな感じの流れがあった中で、その流れの中でいろんな会社やいろんな事業者が、こう、世界中でいろんなメタバース施策をやってきたっていうふうな感じだったと思うんですけれども、なんかやっぱその中で、その1、2のところですよね。いうふうなところがやれてきたけれども、2、3のところであったりとか、その続ける、つなげるのところであったりとか、っていうふうなところは、やっぱりやっていく中で、まあ、僕も含めてですけど、みんな気づいていくというか、で、今まさに2024年になって、これ使う、続けるのところをすごくフォーカスしなければいけないねっていうふうな結論が一つ出てるなっていうふうに思う。使う続けるのところは、角田さんにノウハウはだんだん溜まってきてると思うんだけれども、どういう業種の人たちがそこに入ると使う続けるになっていくと思います？そうですね。特にその、まあ、業種のところもそうなんですけど、それで言うと本当多業種かなっていうふうには思っていて、メタバース空間を一つ作ったっていうことは、その、まあ、空間が一つ世の中にできましたっていうことですよね。例えば、原駅前とかができました。で、これ自体は別に教育に使うこともできますし、レクレーションに使うこともできますし、人のなんか交流が生まれるとか、例えば求人とか、ね、使えるかもしれないですし、っていうふうなことで、それがインターネット上に生まれてるっていうことなんですよね。なんで、あとは、それをユースケースごとに、例えば自治体さんが一つ作ったんであれば、まあ、学校っていう業種、その学校さんがそれを使うでもいいと思いますし、道の駅がそれを使うでもいいと思いますし、いろんなところがこう使っていくっていうふうな形でやっていくのが、その自分だけが使おうとすると結構しんどいんですよね。その、ずっとやり続けなきゃいけないから結構しんどかったりとか、そんな時間があるわけでもないし、そんなお金があるわけでもないので、しんどいんですけれども、いろんな人にこう使ってもらおうっていうふうなところであったりとか、あるいはその人が、例えば学校の先生がこういうのがあるよっていうのを生徒に教える。で、そうすると生徒が使うみたいな感じのこう伝言ゲーム。感じのことが起こっていったりと。そういうことがあると、まあ、使い続けられるようなネタ合わせになっていくんじゃないかなっていう。角田さんがおっしゃってる使うっていうのは、例えば、フォートナイトで一つワールドを作りますってなった時、こう作るんじゃなくて、その中に、例えばゲームの仕組みを組み込むであるとか、なんか別なもの、いろんな仕組みを組み込むっていうことが必要なんですよね。そうですね。仕組み自体は、何かしらあった方がいいかなと。なんか切り口みたいなところですけれども。で、例えばそれをプレイすることによって、じゃあ単純に楽しいとか、ゲームであったらそうだと思うんですけど、あとは、じゃあそれをプレイしたら英語が学べるとかいうふうな仕組みでもいいと思いますし、何か仕組みがあると、より皆さんが使いやすくなる。動機になっていく。そこに入っていくっていう感じだと思う。切り口は必要かというふうに思いますね。それって最初に作るときに組み込んどかないと、結局継続的にその制作費がかかり続けちゃうんですよね。そうですね。最初にある程度、ユースケースをこう想定しながら、要は使われることを想定しながら作るのが結構大事かな。どういうふうに使われるのかっていうようなところですね。で、もちろんこれ予想通りにいかないこともあると思うんですよ。こういうふうに使ってほしいって言ったのに、いざ出してみたら、全然使ってくれないとか、いうようなことはあるとは思うんですけど、まず考えることがすごい大事だなって僕は思っていて、それさえも考えれてない場合っていうのは結構あるんですよね。なので、ユースケースを最初から考えた上で入れていくっていうのが大事かなと。なるほど。フォートナイト、例えば、プラットフォーム、さっきたくさんあるよって言ったときに、ゲームプラットフォームだと、フォートナイトとか、ロブロックスとか、マインクラフトとか、いろいろあると思うんですけれども、一番なんかこう、手軽に始めやすいのっていうのは何プレイ自体をっていうことですね。か？作る方。作るのですね。作るのを一番手軽に始めやすいのは、まあ、そうですね。でも今言った3つはかなり手軽かなっていうふうには思います。コスト的には変わらないです
そうですね。パソコンのスペックとかいうことを考え出すと、マインクラフトか、ロブロックスとかいうふうなところがいいかな。ちょっとフォートナイトの方が少しパソコンのスペックが高くないと、厳しいかなっていうふうなところはあったりするので。なんで、そういったような順序ではあるかなっていうふうな。ただ、デバイスの、ではパソコンの問題であって、人の問題からすると、どれも入りやすいものかなっていうふうに思いますね。さっきフォートナイトを学ぶのに2ヶ月ぐらいあればいいよっておっしゃってたんですけど、本当？めちゃくちゃ保険かけて2ヶ月って言いましたけど、正直2週間ぐらいでやってる人たちもいるんで なんで、どういうこと？それ。例えば、なんか、ワールドの中に、何ができるって意味なんですか？それ。基本的にゲームであったりとか、2つなんですよね、ゲームを作る要素っていうのは大きく。モデルっていうその形を作る話と、もう一つはゲーム性ですね。例そうですね。えば、撃ったりとか、鬼ごっことか、かくれんぼとかいうふうなところで。で、この二つとも、フォートナイトを作る UEFN っていうその機能の中には、ノーコード、いわゆるそのプログラミングとかをしなくても、自分でマウスクリ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 動かしたら、丘の形が変わったりとか、ポチって押したら、ビルが立ったりとかする。で、あとは、じゃあ、ここに、鬼ごっこゲームの仕組みを入れますみたいな感じで、入れれば、もう別に、頑張って鬼ごっこゲームの仕組みをプログラミングしなくても入れることができるっていうふうな形のものになっているので、ノーコードでそういうことが入門的にはできるようになっているそうなんだ。さっきのさ、新潟のビデオ見てて、なんか地面がこうね、青と赤に変わってたじゃない、走るたびに。ですね。はいはいはい。ああれは何ゲームって言うんですか？れは陣取りゲームで陣す取ね。りゲーム走でっていくと地面が変わっていって、3分とかやった後にどっちが多いか。陣を取ったかっていう、ああ、多く陣を取ったゲーなるほど、なるほど。ムです。で、それも既存の仕組みであるので、仕組みを入れれば大丈夫。あ、本当。あれ、新潟のやつさ、プラトーのデータで、商店街作ってるって書いおってあっしゃたんただとおけりど、です。ただプラトーで、地方のプラトーを開くと、なんかほとんどテクスチャも貼ってない、なんかレゴとかしたのだけだったりするんだけど、新潟のは商店街のテクスチャあったんですか？あ、そうです。新潟の商店街テクスチャがあったんですけど、商店街の外側が全部真っ白だったので、なので、陣取りゲームにすることで、真っ白なところを色をつけていくっていう感賢じいに。ね。そうです。なんで、ちょっと逆にプラトーがテクスチャがないことを逆手にとって陣取りゲームにしたっていう。じゃあ、テクスチャのないところ、陣取りゲームいいんだ。あ、そうですね。陣取りゲームやりやすいです、逆やに。りやすいね。そうです、そうです。そうなんだ。なるほどね。じゃあ、そのゲームのツールとして、いろんなものがすでに準備されてるから、そのスペースのなんか建物とかがを配置しちゃったら、もうそこでゲームが始められちゃうみたいな感じなんですか。そうですね。ゲームを開発することは。もちろん、複雑なゲームとかは、結構いろいろ、例えばアイテムを集めていったら、図鑑ができるとか、いうふうなものは、自分たちでプログラミングしなきゃいけなかったりするんですけど、あとは、モデルもですね、例えば、お城を完全に再現したいとか、いうふうな時は、外部のモデリングツールを使って、やっぱある程度プロの方でやった方がいいんですけれども、まず入門するっていうふうなところでいくと、すぐにできちゃうっていなうるほどとね。ころが魅力的かな。そうすると、自治体の皆さんは、その地域のいろんな観光資源みたいなものを、そのメタバース内に置くことで、何にも自分の土地と結びついてない体育館とか、いきなり作ったって、あんま意味がないもんね。ああ、そうですね。そうす全ると、く縁もゆかりもないものをです作っよてね。ます。なんかいきなり、戦場を作りましたとか言ったってダメだよね、やっぱね。そうですね。もちろんゲーム作りたい人は自分のね、頭の中でやるファンタジー空間みたいなのを作ればいいと思うんですけれども、やっぱりせっかくオリジナルのものが作れるっていうふうなところなので、今自分たちを住んでるところであったりとか、自分たちが愛着のあるところを、で、何かやるっていうのがあると、より多くの人を巻き込むことができるかな。そうすると観光資源をとりあえずそのゲームプラットフォームに再現して、でそこで人が遊べる、もしくは何でも来れるような仕組みを作ってあげるっていうことは、これからきっと大事になるよねっていうことですかね。
そうですね。それこそ、観光資源みたいなものを作って、公開してたら、なんかわかんないですけど、地元の会社さんが、じゃあ東京で展示会出しますって時に、これ展示していいですかみたいな感じ言われて、で、展示してくれたりとか、いうふうなことしたら、またそれで広がっていったりとかいうことがあると思いますし、まずは作って、で、それ自体を広く地元全員で一丸となって盛り上げるっていう。で、この中が盛り上がって一番嬉しいのって、別に、開発会社じゃなくて、地元の人なんで、そうだよね。絶対にそうです。この中が盛り上がって、わーって人がたく、例えば1億人来ましたとか、極端な話したときに、別に開発したっていう人とかデザインした人は嬉しいけれども、一番盛り上がってメリットある地元の人なので、なんで、それをみんなでやっていけるような、そんなことがしていけるのがいいかなって思いますね。そうですね。そしたら、例えば、最初ね、作るところ、イニシャルコストはかかるんだけれども、今度、その運用するときに、やっぱりさっきのね、ちょっとびっくりしたんだけど、バスタクシー会社が継続的に運用を開発していくっていうのは、これ、向こうから行ってきたんですか？いや、こちらから提案しました。やっぱり最初は、一番最初の話だけは、本当もうベタベタな 3D モデルをネット上に公開するっていうだけの企画だったんですよ。で、こういうの考えてますと言われまして。で、今の説明をしたんですね。それだと、多分失敗しますと。来る理由もないし、使う理由もないのでっていう。なので、こういうふうにやっていこうっていうところから、その4番のつなげるのところですけど、最終的にはインハウス化した方がいいんじゃないですかっていうふうな話をさせていただきましたね。で、その上で、新規事業として続けるためにはマネタイズが必要。マネタイズしていけば再投資ができる。で、ずっと続けていけば、5年、10年、例えば続けていけば、もっともっとメタバースが普及する。で、その時にもっともっとやれることが増えていく。そういったようなことがしていければいいんじゃないかっていうところをご提案させていただいたっていう感じですね。それって、僕らはさ、わかるじゃん。ずっとそれやって、確かにこれしか道がないなって。だけど、その和歌山の人たちに、それを最初からそのすべての考え方をパッケージで届けて、そうだよねってはなりにくいと思うんだけど、そうそでれすはね。なんか大変じゃないんだ。でも僕は本当にゼロから説明していくんで、これまでの業界の経緯もそうですし、いわゆるインターネットがこういうふうに進化してきたとかいうふうなところもそうですし、ただ、でもやっぱりゴール地点が違いますよねっていう話はある程度合理があるので、皆さんそこは一発で確かにっていうふうに、確かにこれ作ることがゴールになってたけど、その後どうするんだっけみたいな感じのところですね。そうだね。一発であるんで、そこが前提にあって細かい話を詰めていくっていう感じだなと思るいほど。それは当然、その向こう側の、要求に応じて変わるんだけれども、提案の仕方の型ってあるんですか？最初に、和歌山はベストケースだから、こんなんどうそうですですね。か？みたいなんですか？和歌山の場合、僕らの場合は、和歌山もそうですけど、基本的になんか、どうすればいいですかっていうふうに来ることが多くて、これこんなふうにやろうと思うんですけど、どうすればいいですかとか、昔こういうことをやったんだけど失敗したんですけど、これからどうすればいいですかとか いうふうな感じのところが結構ケースとしては多いので、そこにさっきのポイント要素を入れていく。感じでお話しするっていう流れが多いですかね。ゼロから話す場合は、先ほどのお話含めて、他の会社さんも含めて、2020年からこういうことがあって、なので今はこういうフェーズに入ってると。なんで僕がよくする話は、1年から3年以内に結果が欲しいのか、10年、20年後に結果が欲しいのかっていうふうな話とかはヒアリングさせていただいて、で、もう本当に1年以内に何の数字も出なくても、3年、5年経っても何の数字が出なくても、10年後に対して投資ができるのか、1年、2年以内に何らかの結果が出ないと、事業継続できないというか、一瞬、ずっとやれないのかっていうふうなところはヒアリングさせていただいて。で、大体8割、9割方、前者で、1年、3年以内に何らか結果を出したい。で、そういう場合だと、ゲームメタバースであったりとかいうふうなところを進めさせていただいたりと。で、1割、2割、やっぱじゅ、あの、投資、その先々を見たいっていう。とかいらっしゃって。で、そういう方には、ヘッドマウントディスプレイをつけて、もうめちゃくちゃ10年後にはこれが当たり前になりますっていうふうなところを前提としたプランニングをするみたいな
感じですかね。そういったようなところで、いくつかポイントに分けてヒアリングはしています。なるほど、なるほど。そうするとさ、普通は作るのにやっぱ半年から1年かかるじゃないですか。そうですね。そうすると年度の予算終わっちゃうじゃない。ああ、そうですね。で、2年度以降の話まで含めた話しないと、これ生きないよね。そうですね。結構やっぱ時間がかかることもあるんですけれども、手前で、まず試すっていうふうなことができるのも、メタバースっていうテクノロジーの、魅力かなっていうふうに思っていて、要は少額であったりとか、ちょっと調整するとか、協賛であったりとか、あるいはちょっと教室やってみるとかいうふうな感じですね。ポスターパッと貼ってみるとかでもいいんですけど、いうふうな感じでできるっていうのが結構、まあ他のテクノロジー、例えばドローンとか 3D プリンターとかいろいろありますけど、それに比べてもかなり、利点かなっていうふうに思いますね。そうすれば作り方としては、初年度はまあそこそこで、だけどその使うところまで組み込んだ設計にしといて、でその後継続する場合は、そのメインのところもちょっと拡充して、予算また取って拡充しつつ、使い方をもっと増やしていくみたいな、そういう段階がいいんですかね。あ、そうですね。マイルストーンは引きながら、どういうふうにやっていくかっていうのは、もちろん初年度ドーンっていくところもあるのはあるんですけれども、大体は少しずつ、やりながら学んでいくっていうところをお勧めさせていただいてますね。そうですよね。角田さんたちが分かってるのと、やっぱり使うのは地元の人たちだから、その人たちが学ぶプロセスに並走しなきゃダメってことですおっしゃる通りですね。なので、今、和歌山とかはその、ね。地元の人たちが自分たちで e スポーツ大会も開けるようになってるんですよ。そうなの？すごいじゃん。自分たちで自主的にもう開けるようになって、最初、もうプレステも触ったことないみたいな感じのところから、少しずつ 教えていって、今も自主的にやれるようになってるので。すごいね。それ本当教育ですね。そうですね。もう本当に、全くなかった産業をそこに生んだっていうふうな形になっているかなっていうふうに思って。なんかそう聞くとさ、こう、狩猟民族が農耕民族になったみたいな。めちゃくちゃアカデミックだ。ねえ。いい感じに言っていただける。やっぱ新しい生活空間と、お金が回る空間って、まあ、SF とかだとね、そうなってんだけあ、そうど、ですね。でもそれの本当に最初のサイクルが回り始めてるっていう感じなんですかね。おっしゃるとおりですね。このサイクルがやっぱり回ること、要は使い続けるっていうふうなところにこうつながっていく。で、その中でもしかしたらどこかですごい有用なユースケースが生まれたりすることってあそるうとで思すうんでね。すよね。で、それって我々業界の人間だけだと無理で、メタバースっていうものすごい自由度の高いものなんで。なので、いろんなところでやっていって、ね、まあ、仮にどっかでめちゃくちゃ有用なユースケースが僕が教えた中で生まれてきたら、もうそれ僕丸パクリさせていただこうと思ってるんですけど、いうようなことがあると思いますね。なるほど、そうか。やっぱ、いわゆるメタバースのさ、このハイプカーブでいうと、幻滅期超えて今、こう上がりつつあるじゃん。で、そのそうで上がす。りつつあるところが、ちょうどそうなんだね。今、こう小さいサイクルが回り始めるから、徐々に上がるんだね。そうですね、ユースケースがどん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 いろんなところで上がり続ける。で、課題が明確になったと思うんだ、このそうだ幻ね。滅期の時に、特にね。その課題を避けてやれる。で、特にその東京とか都市部でめちゃくちゃチャレンジされたんですよね、そのめちゃくちゃ盛り上がった時に。で、その時に出た課題を踏まえて、今、地方がチャレンジができるっていうふうな感じになっているので、結構それは有用なチャレンジになっていってるんじゃないかなって思います。そうですね。ありがとうございます。じゃあであすね、ここからちょっと、UA に行こうかなと思いますけど、例えば最初がね、プラトーって何ですかって、知らないよね、確かにプラトーね。りがとうございます。国交省が提供している全国の天群データっていう、その地形データですよね。東京だとビルの形だとか、テクスチャーだとか、そういうのもセットであるんですけれども、そのデータを使ってインポートすると、そのフォートナイトの中に、そのあるエリアを再現することができるんですね。なんか足すこまあ、とあります。全国の、そのね、3D モデルが
着々とこう用意されてたりあったりとか、地方によってはなんか花生やしたりとかね、してるところとかあったりするんですよ。熊本の方とかにあったりするんですけど、そう。なんでね、少しずつそういうのが整備されていって、いろんな人たちがそれを使っていろいろできるようになって、3D モデルプロジェクトですね。そうなんだ。ありがとうございます。次はね、元行政関係者です。あ、面白い。今、行政のシステム部門はシステム標準化でいっぱいいっぱいなので、メタバースの取り組みはそれが一段落してからでしょうか。なんかその話結構聞いたことあります。なんか DX とかいうふうなところで、僕もなんか DX とかのテーマで呼ばれたりするんですけど、まあ、まず紙をメールにするみたいな話から、じゃあちょっと僕すいません、違いますわみたいな 感じの、こととかって結構あったりするので、歩みはそれぞれあるのかなっていうふうに思いつつも、そうですね。いわゆるまあ、オーバーテクノロジーっていうか、例えばアフリカとかが、いきなり、何もないところからスマホ使い出したりとかっていうふうなことがあるように、今、日本のメタバース施策も、実は老舗の企業の方がすごく相性が良かったりとかっお、ていうふうなどういうここともと？あります。いわゆる例えば今、新しい IT 系の産業をやってる人たちっていうのは、かなりロジカルに、計測ツールとかを使って、それを根拠にしないと動けないっていうふうなところがあるんですけれども、老舗の企業っていうのはどちらかというと、会話であったりとか、おもてなしであったりとか、そういうところを、要はビジネスのポイントにしている。要は、定性的なところをビジネスのポイントにしてるんですよね。いうふうなところがあって。で、それ、実はメタバースとすごく相性がいいんですよね。メタバースもゴリゴリにリズムでロジックで数字詰めてるっていうよりは、その中に一緒にいることが楽しいであったりとか、会話してほんわかするとか、なんかそういうふうなところに結構本質的な価値があるので、割とそれ、だから百貨店さんとかですね、は接客とかをそのメタバースの中でやったりっていうふうな感じのところを取り入れやすいですけど、じゃあ、EC サイトやってる会社、服を EC サイトで売ってる会社が、楽天とかで売ってる会社が、メタバース空間で接客してくださいって言っても、接客なんかやったことありませんっていうそうだよね。話なので、うまく取り入れるっていうところなんで、相性が逆に老舗の方が良かったりとかいうことはあったりします。なるほど。それは面白いね。そうですね。次はね、メタバースは何をもって成功と言えるのかいまいち分かりません。政策運用コストと結果成果をきちんと透明化、数値化している情報はありますか？オープンにされてるやつってあんまないんじゃない ないですそうかだね。たね。だ、オープンにされてるものって僕もあんまり見たことないですけど、プラットフォームが出してるものとかはありますけどね。例えば、フォートナイト。先ほど話題に上がったね。フォートナイトで言うと、まあ、年間、そうですね。15億円ぐらい稼いでる人がいます。何人いますとか、フォートナイトってゲーム作ったら、YouTube って動画上げたら、その YouTube の、ね、運営会社からお金もらえると思うんですけど、再生数に応じて。フォートナイトもゲーム上げたら、そのプレイ数に応じてお金もらえるんですよね。で、それで、まあ、数十億円儲けてますっていうふうな人がいたりとか、ロブロックスもそうですけど、そういうふうな感じのエビデンスっていうのは各プラットフォームからは出されてたりとかはしますね。で、ただなんか一つ一つの事例の中で、具体的にここが成功したっていうふうなところを、なんだろうな、オープンにしてるところは、あんまりないかなっていうふうに思うんですけど、まあ、何をもって成功というかっていうと、まあそれぞれだと思うんですよね。KPI とか、あと事業も多いんで、なんですけども、お金するところは本当売上でもいいと思うんですよ。売上をもって成功って言ってもいいと思いますし、マーケティングであれば、まあ例えば PR 換算値っていうのがあって、メディアに例えば世界初メタバースでコンビニ出店みたいなニュースがあって、で、それを昼のニュース番組で取り上げましたというふうな形になったら、じゃあ1秒あたり、換算できるから、これの、PR 換算値は3000万円でしたねみたいな感じで、開発費が1000万円だったのでペイしましたねっていうふうな感じで評価している会社さんもありますし、それぞれの会社がそれぞれの指標を持って、KPI を持って評価しているかなと。で、まあ、本当にまだまだ黎明期というか、黎明期というか、まあ、成熟しきってないので、そういったような KPI も自分たちで設計していくっていうふうな形にはなっていくかなと。そうですね。まあちょっとやっぱりコミュニケーションがね、そのメインになるから、その定性的なものにならざるを得ないっていうのも、まあ、メタバースのちょっと従来の EC とかね、
オンラインのツールとは比べたときに不利なんですよね、どうしてもね。評価がしにくい、し今にのくいでせいすよね。そうでですね。はい。あとね、次、メタバースで旅行に行って、そこで買い物とかできますか？それはね、買い物ができるような仕組みが埋まってればできますし、す。帰っそうてね、ですね。持って帰らなくていいから。まあ、事前に最近ね、よく買ったりする人いますけれども、それと同じ感じですね。はい。あと、和歌山のメタバース事例について、お土産を販売していたとのことですが、どのように商品販売されてたんですか？これはなんか外部リンクですか？でも、いや、持ってないすみとません。できないよね、外部リンクすね。みません。それはちょっと僕、勘違いさせてしまう。お土産は販売してないです。あ、してないですか？なんでだ、OK。これ。どうせ、お土産ははい。販売してないです。あの事はい、例で了は。解です。フォートナイトって外部リンクできないんですよね、まだ。あ、そうですね。フォートナイトは外部リンクできないですね。で外部きないリンでクすでよきね。るプラットフォームも他にはありますけど、フォートナイでトすはあよまり。ね。了解です。はい、あとじゃあ感想だけを2つ3つ読んで終わりにしますけれども、地方創生という生まれた場所に関係なく楽しく行き来できるようにするという視点から見ても面白いです。実際に地元が賑わうようになってほしいな。確かにね、オンラインのコンテンツだけじゃなくて、そこに来てくれるってことが一番、そうです嬉しいこね。とですよね。あともう一つは、僕もさっきも言ったんですけど、地元の人がめちゃくちゃ盛り上がるっていうふうなの僕は大事かなと思ってて、その空間を作ったことで、そこで地元の人がめちゃくちゃ楽しんでるんです。ああ、ここあれじゃんとか、ああ、ここも再現してあるみたいな感じとか。で、地元の親子連れが盛り上がったり、学生が盛り上がったり、社会人盛り上がったりというふうなことをやっていくっていうのが、ゼロ褒めとしてあるかなっていうふうにそう思っだていて。ね、そうですそしね。たら、あ、なんか面白そうだぞって言って、他の人が入ってくるとか。そこがすごい大事かな。りがとうございます。ありがとうなんございまか、す。いつも角田さんと話すとね、時間が足りないんだけれども、今日も時もう、間先に生、なってし僕まばっいかまし話してた。て、僕藤井さんに聞きたいことたくさんあるんですけど、すいま毎回せその話で終わるね。ん。そうですね。はい。それでですね、今日の資料をですね、YouTube の、リンク、チャットのところに貼ってくれてるんですね。ですので、こちらからダウンロードいただけるようになっているので、皆さんご覧になっていただければと思います。ではですね、本日は、角田さん、本当にありがとうございました。貴重なおこちら話。こそ、スタはート。い。あと、ご参加いただいた方々、皆さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。モンドリアンとアコスコと DNP、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。じゃあ、失礼いたします。失礼します。ありがとうございます。